どうもタブヤンです。暗黒神話続きやっていきたいと思います。脇腹に4つ目の聖痕を受けたね。金印も手に入れることができたか。何？奪われた？ああ、2つの金印両方失った。まあ良い、いずれ取り戻すことができるかもしれん。お前には考える時間が必要じゃ。アートマン、暗黒神、セイコン、そして父の死。今のお前には謎だらけであろう。しかし、いずれ全てが分かる時が来る。なら幸福寺。幸福寺か。お寺だね。お寺へ行くがよい。宝物殿の前、お宝があるのか。見る前、建物があります。右、興福寺の境内、取り立てて変わったものはない。左、行き止まり。誰もいないっていうことかな。じゃあ移動だね。前、思い切って建物の中に入ります。宝物殿の中。あ、これはやばいんじゃないの。見る後ろ、右、水墨画。左、何か描かれています。両方左右に絵があるのか。じゃあ一旦右に行くか。あ、右を向く。壁に水墨画が描かれています。神窟に出てくるイザナギの命の絵のようです。うん、あ、神窟じゃない神話か。はい、イザナギの命。壁の絵を見てみましょう。そばに絵の説明が書いてあります。イザナギの命は黄泉の国を出て川で汚れた体を洗いました。すると3人の神様が生まれました。おう、俗に三鬼神と呼ばれている神様です。3人の神様、なるほど。後ろを向きましょうか。すると反対側だよね。反対側に掛け、あ、これ三鬼神っていうことか。掛け軸、三鬼神の絵。そばに絵の説明が書いてあります。うん、三鬼神、アマテラス、ツクヨミ、スサノオの三人の神様。おー、ちょっとメモしておこうかな。三鬼神、アマテラス、ツクヨミ、スサノオ。誰が誰なんだろうね、この絵は。うん、移動右。さあ問題は扉がある。扉を開けるっていうのは動かす扉かな。どうしても開きません。扉、よく見ると扉には剣で刺したような傷があります。え、これ剣使うかな。お、傷に剣を刺すと扉が開きました。よし行こう。あ、間違った右押しちゃった。前行こう。え、また扉。右と何か飾ってあります。じゃあ移動右。わあ、なんだ、3体の仏像の絵。見る。え、仏像、頭の上に馬の首がついています。腕は8本、馬頭観音のようです。真ん中の仏像ね。右の仏像、月光菩薩、月読みは月の神様です。月の神様、なんか分かんないけど、分からないままメモするか。月の神、左の仏像、日光菩薩、アマテラス、太陽の神様。太陽、アマテラスは太陽ね。月読みは月。
馬の首、馬頭観音、これスサノオなのかな。左向きましょう。正面に戻って扉開けれるのか。一生懸命押してもビクともしません。見る扉、頑丈そうな扉、そう簡単に開きそうにありません。取る扉、動かす扉、ダメか。なんか使う、何使ってもダメ。じゃあ後ろ戻って、大変です。開いていた扉が閉まってしまい、戻ることができません。なんだって。扉、あ、これあれか、一つ前のと部屋にも戻ってないっていうことか。マジか、ゲームオーバー。え、左3体の仏像の絵、後ろ扉があります。こちらも閉まっています。じゃあもう左しかないじゃん。ここで何かするしかないのか。見てもしょうがない、聞いても相手がいないもんね。動かす、動かすものはありません。取る仏像、いや、 A だから取れないでしょ。いや、勝手に取るとというか A だよねこれ。なんかアイテム使う。何にも使えません。見る、動かすか、違う。何これ、わかんねえ。後ろ、あ、反対側の壁にも行けたじゃん。不気味な絵が描かれています。前にどこかで絵を拾いませんでしたか。どういうこと。だいたい私は誰と喋ってるんだ。壁の絵、これはラゴーの絵のようです。右上の部分が切り取られています。そこに文字が書いてありますね。8匹の蛇をまとう土偶により扉は開くと書かれている。この土偶のことかな。で、これ切れ端を使う、これか。おお、チブさん古墳で拾った紙はこの絵の一部だったんですね。おや、右の方で何か音がしませんでしたか。右、扉開いたのか。あ、一部が壊れています。見る扉、これでは前に進むことができません。ここで土偶使うのか。土偶を向けると扉が開いた。やったー、いけー。また扉、三つ目の扉。マジか。力ずくでは開きそうにありませんと。右側またあるの？何か書いてあります。OK、移動右。うわ、何これ？壁に掛け軸がかかっています。オリオン座？違うのか？冬の有名な星座に人が重ねられた絵です。一体何を意味しているんでしょうか？あ、人か。なんか死体。死体発見現場みたいになってるな。それにオリオン座が重なってるのか。何を意味してるんだろうね。ん？もうちょっと見た方がいいんじゃない？これ右側しか選択肢しないけど、後ろで、右から後ろ向くっていうことは左だよね。後ろ、何か書いてある。移動後ろ、あ、これだ。文字が書かれています。どこかで読んだ文字です。文字、字
地獄岩で見た文字、竹内はこう読んでいました。え、そんな覚えてんの、記憶力あるね。真は猛悪にして、おかしいですね、何か文字が抜けています。え、これ使おうか、辞書。真は猛悪にして血を好み、ラゴーは、たけしが叫ぶと壁にラゴーの文字が浮かび上がりました。おお、ラゴーは災害を呼ぶ。これで何か変わったのか。後ろ、ことだろうね、これ。辞書は使えない。違うよな。動かす、動かすものはありません。取るものはありません。聞く人がいません。左。なんか変わってないか。あ、やったー。でもこの北斗七星の絵の意味理解してないけどな、大丈夫かな。行ってみるか。マンダラの絵がかかっています。マンダラ、大蔵界マンダラと呼ばれているものです。マンダラは空間の構造と原理を表したものです。難しいこと言うね。中心が輝いています。周り、おお、中心が輝いている。オリオン座とどう関係があるんだろうな。使う土偶、兜、剣、意味ないか。動かす、違う、移動、前に行く、輝いている部分に近づきます。おお、大丈夫か。マンダラの中心部です。うわー、何これ。中心部で輝いているのはアシュラの絵です。おかしいですね。マンダラの中心は普通大日如来のはずなのに。え、取ったらいいんじゃない。その下に大日如来があるんじゃない。違うのか。右、壁があるだけ。左、壁があるだけ。マンダラ、動かす、マンダラ、あ、これか。おお、マンダラの絵が外れ、アシュラの像が現れました。アシュラの像、3つの顔と6本の腕を持ったアシュラの像です。腰に剣を持ち、首飾りや腕輪をしています。左右は何もなし。アシュラの像取っていいのかな。動かすかな。動かすものを使う。取るか。うわー、この選択肢わからないぞ。首飾り、腕輪、剣、どれを取ればいい。なんか謎解きになってるんだろうね。他に情報は？セーブしておこう。怖いな。どれか取るのが正解なのかな、これ。取ってみようか。首飾り。あ、取れません。腕は。どうしても取れません。剣。あ、取れました。アシュラの目が。来たな、たけし。私はアシュラ。戦いの化身、暗黒神のしもべだ。あ、ボス戦か。セイコンを6つしか受けることができず、アートマンになることができなかった。なるほど。セイコンは8つだからね。8個。たけし、お前も私と同じ道を歩むがよい。お前をアートマンなどにさせるものか。あ、ボス戦やってやろうじゃないか、アスシュラー。
私の方が上だということを教えてやる。危ない、やばい、この位置か。位置を調節して、近い近い近い、やばい、ここちょうどいい、いいとこ、ちょうどいいとこ、ここ安全地帯を確保して。危ない、近い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 、いける。位置を調節しながら、イエーイ、勝てました。ボス戦負けないね。やったぜアシュラ。でもなんだろう、星座何の意味があったんだろうね、分かんなかったけど、やりました、アシュラ倒しました。パスワードいただきました。次回第6章お楽しみに。さよなら。